夏になってもここにある火鉢、美しいでしょ。料理に使えるし、ね、これで作ってほしいんだよ。さて、今日は鶴橋の徳山製麺の冷麺、ね、トッピングはこれキムチはね、これこれ南米風キムチ、いわゆる南米キムチ、いわゆるあの日本人ね、ちょっとキムチできつすぎるしね、韓国朝鮮でもね、こういう風にして食べてるはずですよ。保存するときはね、辛いままの方がいいんですけど、で、それを食べるときは、特に宮廷料理言うときはね、絶対こうやって総菜と一緒にしてるんですよ。あんな毎日その原液っていうか、ね、元の売って販売されてる冷蔵で、もう強い状態のまま食べてる。まあ、特に日本人はやばいのほうか。これは、らっきょうと豚肉の、もも肉を、漬けたの、漬物に入れられる。こっちはね、イカね、スルメイカ、夏はほんま夏バテするから、うちみたいにクーラー使ってなくてもするけど、クーラー使っててもいい。なおさらね、今、夏はイカ食べると日本人は、ほんまやばいから、食べてくださいね。ほんとだよ。もう夏バテにほんまにいいやから、タウリンって聞いたことあるでしょ。ね、猫たちもね、夏はイカ積極的に食べるよ。体ふにゃふにゃになると、嘘やからね、猫は。猫はイカ食ったら、体ふにゃってるんですよ。あれ完全な嘘やからね。ね、だから筋肉が柔らかくなって、その運動神経上がるっていう意味なら合ってるけど、であと昆布もね、切ったら切って売ってたんですよ。昆布やな、うん、させてって感じで、いただきます。ジュリがまた寝巻きなんで取らないけど、うちもなんか寝巻きみたいなもんですけどね。ミュージアム、ミュージアム、ミュージアム。セルもお口になりました。ね、新しいのお口。で直しセルのお口。